伊勢、お疲れ。あ、一流。うん、お疲れ。うっそ。はい。あ、明日朝礼があるから30分早く来てください。だって。うーわ、早起き苦手。俺もだよ。再来年に設備の入れ替えがあるって言われてただろ。そこに向けての製造計画の説明とかがあるみたい。へえ、再来年ね。俺は1ヶ月後の話でも遠く感じるけどな。ね。俺たちの来年、再来年か。どうなってんだろう。どうなってるんだろうね。はあ。は、え、流れ星、今の見たか。うん、見えなかった。あ、もったいねえ。 あ、こっち。あら、来年、再来年がどうなっているかわからないけど、一流とこうやって星を見ていられたらいいな。俺も。走る、走ると危ないよ。翼もね。懐かしいのはわかる。学校独特の空気ってあるよね。ねえ。つっても廊下は走るなだろ。特に翼、お前いくつだよ。え、まだ大人8歳だよ。俺、便利な言い方してきたな。ちなみに心は永遠の18歳な。はいはい、早く大人になるよな。んだとこら、一流に言われたね。やれやれ元気だな。こっちは太陽が目に染みて。四季、また徹夜していたのか。昼夜逆転は体に良くないぞ。分かってはいるが、クリエイティブな作業はなぜか夜の方がはかどるんだ。
にしたって若い頃みたいな無理が効かなくなってきてるんだから無理はしなさんなよナーシー君その言葉そっくりそのまま返すよフミちゃん俺はジム通いでしっかりメンテナンスしてるよシュー、シキさん、ハイズキさんやあみんな約1名を除き移動の疲れもなさそうで何よりだ約1名眠そうだねシキほらシャキッとして久しぶりの学校だよあたりに漂う精神パワーを吸い取って若返るんだ一体俺は何者なんだでも31の四季も好き俺もだよまあこの景色を見てなんとなく背筋は伸びるかなダーリンダーリンは学校何年ぶりそうだなハニー大学を卒業してもう何年だなんで人に聞くんだよえ9年じゃないかとなると高校を卒業してもう13年になるのかここまで間が空くと懐かしいを通り越してもはや新鮮な感覚になるなそんなもんああそんなもんだ今の学校はこういう感じなのかとなんなんかおじさんっぽい感想だなおじさんって言うなたくどいつもこいつも俺はドラマやら企画やらでたまに学校ロケがあるからな学生よりも教師側の気持ちになるかなああ確かにシューは先生っぽいわうんぽい落ち着いた雰囲気だからかなそんなに納得されることかなでも実際にはこんなキラキラした先生がいたら生徒さんたちが授業に集中できなくて大変だろうけどねんなこと言っちゃってエイチだって先生でいたら絶対にモテるタイプじゃんえそれはわかる話が分かってノリがいい爽やかなイケメン教師さぞモテるだろうな灰月さんにまで言われるとはそうですかねおい想像だけでデレデレすんなよ H え H してないよあちょだーいいやあれプールだよな屋内にあるんだなああそうだね私立校なだけあって立派だね俺が通ってたのは公立だったから当然外にあっただから冬になるとたまに市民プールに行ってあとは基礎トレと走り込みばっかだったなって思ってさそっか高校生の頃の代といえば水泳に燃えていた頃だ燃えていたというかそれしか知らなかったというかがむしゃらにやりすぎて大学に上がった後すぐにダメになっちまったんだけどな代よしお前たちそろそろ仕事モードに切り替えるぞ今回の仕事内容は移動中に説明した通りなんだけどみんな頭に入ってるかもちろんお悩み困りごとの解決から夢野望チャレンジ案件まで全力でサポートいたしますその名もスクプロからやってきました戦いアイドルいや誰に言ってんだよ楽しくなっちゃった俺こういう企画もともと好きなんだよね他のユニットが派遣されてるのを見ながらいつもいいなと思っていたんだだから今回お声がかかって嬉しかったよそうかなら引っ張ってきて正解だったなはいありがとうございますブレザーが似合う年齢制限に引っかかってたわけじゃないと俺を見ながら言わないでくれ大ちゃんマジレスするとあの制服が似合う似合わないに年齢は関係ないと思う確かにあのブレザーは今回ももちろん撮影が始まったら来てもらうよ宅配アイドルにおける制服みたいなものだからね喜ぶべきか構えるべきかお前は水色なんだからまだいいだろ俺なんか紫なんだぞあれはもうさつまいもだ水色はほぼわらび餅だピンクな俺とツーショット撮ろうねシキはい3、2、1何でも着こなしてみせるモデルさんが余裕の表情だ俺たちが今回派遣されたここ私立栄林高等学校は今年で創立25周年新しい学校ですよね部活動が盛んでサッカー部と卓球部水泳部と吹奏楽部らへんが全国大会の常連校なんだってさあれ一世も一位ももしかして予習済み俺も立花さんと同じだよこういう企画が好きだからワクワクしちゃって事前にいろいろ調べてきたんだ一流もだよねうん俺も一世も中卒で働いてたから高校に行ってないだろ高校ってどういう感じかなってところからだからな
あーっと妙な雰囲気になるのはなしな。余計な気遣いとかもなくてよし、今さらその辺のこといちいち気にしてねっつーのだよね。高校は行けなかったけど、俺は今大学に行かせてもらってるし。俺はもともと机に向かう勉強よりも実地の方が好きなタイプだしな。こうやって仕事で高校生気分味わうだけで十分。一致一斉。うん、そうだね。まあ当時高校に来たとしても例のド派手なブレザー着ろって言われたら全力で逃げたとは思うわ。制服気分も味わえるということにしておいてくれ。話を戻そう。依頼主はこの学校の生徒会だ。栄林高校では毎年4月に生徒会主催の新入生歓迎会があるんだが、そのオープニングを飾るムービー作りを手伝ってほしいとのことだ。学校紹介の PV も兼ねた一大イベントだからな。インパクトのある面白いものをプロの力を借りてとのことらしい。新入生歓迎会。なるほどね。いきなり面白そうじゃん。そのムービー完成までの流れを収録して最終的に番組に仕上げる。それをソリラジの枠の中で放送するんですよね。うん、最近ラジオがスタジオ収録ばっかりだっただろ。外での企画がなかったからちょうどいいなと思って手を挙げたんだ。さすがふみちゃん、俺ロケありの仕事大好き。学校側も全面協力してくれるって聞きました。やれることは多そうですね。まずは依頼人である生徒会との顔合わせ、それから打ち合わせだな。方向性を決めて早めに動き出そう。編集の時間も考えるとあまり時間がない。生徒会の子たちもいろいろ考えてくれてるみたいだよ。普段の学校生活をコメディ的に面白おかしくしたものが希望みたい。生徒と先生逆転での授業、スポーツ漫画風の部活動、あとこれも面白そうだよね。学校の七不思議スポット爽快ツアーとか。ああ、七不思議どこの学校でもあるよね。七不思議？目が動く音楽室の絵、歩く銅像、誰も座らない机、桜の木の下に、ん？うわー！一流大丈夫だよ。さっき一覧を見せてもらったけど、そこまでホラー系じゃなかった。だってさ、よかったな、翼も。別に何も言ってないし。そうそう、別に学校の階段マジやめてとか思ってないし。でも、そこまでじゃないっていう基準が気になるけどね。ちょっとはホラーってこと？二人は体育館とトイレはやめておいた方がいいかな。はいはい、分かってる。適材適所で役割分担といこう。うん、頑張ろう。シキなんか、なんだ、なんか前に出てきてない？ロッカー出てきてない。ちょっと、えシキ、お前行け。開けろよ。どこ？まずじゃあここから。うわあ！なんかいる！うわあ！何外れて？びっくりした。うわ、ちょっとかわいそうだろ！かわいそうだろ？はい。すいません。入ってまーす。え？え？今入ってらっしゃったぞ。行くぞ。ああ、いた。早く行けよ。何回も開けるんだよ。焼かないって。行くぞ、一緒に行くぞ。あ、みんなで行くか。せーの。赤兄ちゃん、これ赤兄ちゃん、マジ赤兄ちゃん、これ。おう、おう、別にビビってねえし。はい。え、俺、こいつも気になる。じゃあ、そうか。言ったばっかった。うわっ、ふざけんな、マジで。お前、そんなことだか。最後、大物だな。やべえな。ちょっと、本当にすいません。あれ、いなくなってん今。
あ、確かここも七不思議スポットじゃなかったかな。ああ、そうですね、2階の東階段。へえ、一見普通の階段に見えるけど、お化けでも出るのかな。ひえ、お前ら人を盾にするな。やだな、大ちゃん人聞きが悪い。別にそういうんじゃないよ。そういうんじゃないんだけどさ。そういうんじゃないんだったら何なんだ。大丈夫大丈夫、この階段の不思議はホラー系じゃないよ。ああ、神様の階段という不思議だそうだ。神様の階段。ああ、ほら。ありがとう。神様の階段。12月12日、太陽の光がまっすぐ差し込むときに、この階段は神様の通り道になる。伊勢。あ、はい。ああ、上に上がれば未来に進める、逆に下がれば過去に帰れる、未来か過去か人生の岐路、ターニングポイントとなる頃に飛べる、だそうです。そして偶然にも今日がまさに12月12日。つい先日まで定期テストをしてて、今日が振り替え休日、テスト休みなんだってさ。学校が休みだからこそのこのロケというわけだね。本当にすごい偶然だな。未来に過去に時をかけるなんたらというやつだな。そう言われると確かにあんまり怖くないかも。やっぱり怖いんじゃないか。言葉のあやだよ。最初から全然怖がってねえしな、一流。そうだよな、翼、全然怖くねえし。嘘つけ、怖がってるじゃねえか。はだってお前、一流なんかさっきあっちからわざわざ遠い俺のところまで隠れてきて。いやその感情をじゃあ3文字で答えよ。3文字。怖いだろ。怖くねえし、言ったけどビビってもねえかんな。じゃあ俺度胸見せるぞ。行くぞ、見とけよ。おお、ちょ、イチル。何も起こらないな。まあこんなもんだよな、七不思議なんて。ちょっと残念な気もするな。お、立夏は時をかけてみたい派か。ああ、いえ、特には。ただ魔法とはいかないまでも、科学じゃ説明できないようなちょっとした不思議って日常の延長上にあってほしいと思いません？その方がこう夢があるっていうか。気持ちはわかる。運命、縁、奇跡、ただの偶然であっても名前をつけたくなることはたくさんあるからな。ロマンチックだね。この業界で働いてる奴らは多かれ少なかれロマンチストだよ。だろうしゅ。どうだろうな。それにしても本当にまっすぐ太陽の光が差し込むんですね。キラキラしてる。うん、綺麗だね。だから神様の階段なのかもしれないね。はいはい、そろそろ行くよ。生徒会のみんなが待ってるからね。はいはい、はい、おい、チル、行くぞ。あ、おう。ん？え？びっくりした。今の何？階段が光った。うん、光ったよね。ああ。大、一流、大丈夫か？ああ。大、一流。なんだ？大、大丈夫？あんた、誰？え？あれ、なんか、伊勢背伸びた？え？つか、ここどこだよ！はあ？Thank you.
ああ、それじゃあまた後で。四季さん、なんて？あちらも明日明後日の予定は調整ができたそうだ。よかった。イッチーにも大君にも今とにかく時間が必要だもんね。とはいえ、3日後のエイリン高校でのロケはずらせないらしい。関係者が多すぎるからな。だよね。まさか見た目はそのまま中身だけ15歳のイッチーになるなんて、そんなことあったんだからあるんだろうけどさ。驚いたよな。まあ一番驚いているのは一流本人だとは思うが、うん、だからこそ大丈夫だよって言ってあげたいところなのに、警戒されすぎて近づけもしません。一斉が聞き出したところによると、周囲への警戒心が一番強かった頃の一流のようだ。俺ともまだ出会っていない。攻略がなかなかハードモードになりそうだね。今のところ一斉頼みだな。なんだよ、なんだよ、なんなんだよ、ありえねえだろ。一流、俺が22歳、今は2022年、ここは東京で4人グループの芸能人やってて、寮暮らしってマジかよ。うん、全部本当のことだよ。ありえねえ。あの頃には想像もしなかった未来だよね。ありえねえ。うん。一流、一世、大人になったんだな。もう22歳だからね。一流も大人になってるよ。わかんねえよ。背が伸びたってのはわかるけど。うん、伸びたね。こっちに出てきてから8センチくらい伸びたんじゃないかな。一流はすごく喜んでた。俺ではねえけどな。将来の一流だね。どうすんだよ、もう。これってやっぱさ、七不思議ってやつのせいだと思う？確証はないけど、多分。神様の階段だっけ？そう呼ばれていたね。特定の時間帯に上に登れば未来に行けて、下に下がれば過去に行ける、そういう話だった。ちょうどタイミングよく一流と大さんがその階段を使っていたんだ。その大っつのは隣にいたでかいやつ？ソリッド。ソリッツ。俺と一流がいるユニットがクベルっていうユニットで、その先輩でありライバルでもあるユニットがソリッツだね。今日はクベルとソリッツ合同企画の撮影準備中だったんだ。カメラマンとかいたもんな。マジで芸能人やってんのか俺。驚いた？そりゃな、テレビ全然見てなかったし、芸能界なんて興味なかったもん。だよね、俺もだよ。思い出すな。テレビは施設には応接室にしかなかったし、工場の寮にも共有スペースに一つだけだった。いつも競馬とか時代劇ばっかりだったよね。そう、
中村のおっさんがテレビ独占しててチャンネル変えらんねえの。そう、まあ特に見たい番組があったわけじゃないから別にいいんだけどさ。いちるたまにどの馬が勝つとか聞かれてたよね。俺からしたらそれ今の話な。適当に言ってるだけなのに当たるんだってさ。え、あの予想適当だったの？競馬の知識なんかないんだから当たり前だろ。まあなんとなくいい目をしてるなと思うやつの番号にしてたけど、目がキラキラしてるやつって走らせると早いんだよ。調子がいい子がわかるんだね。一流は昔から見る目があった。まあ勘がいいとも言うけど。そうかな。うん、絶対。俺が倒れた時に柊を頼るって決めたのも一流だったしね。は？倒れて？何それ。未来のことになるんだけど話してもいいのかな。いいに決まってる。だって俺のことだろ。そうなんだけど。一斉まあ秘密にしようとしても無理か。話せば長くなるんだけど、なんかすげえ行き当たりばったりで芸能人になったんだな俺たち。行き当たりばったり、まあまとめるとそうなるのかな。でもって意外。え？異性がそういう怪しげな道っつうか不安定っていうの、そういうのに乗るのが意外だった。うん、俺自身そう思うよ。それだけ必死だったんだ。住み込みで働いていたところを飛び出してしまって、寝る場所もない、施設には迷惑をかけたくなかったし。なかったし。一流風に言うなら、俺たちを誘ってくれた柊の目がキラキラしてた。だから信じていいって、信じてみようって思ったんだ。そっか、うん、ナイス。うん、シュート H ってどんなやつ？柊は何でもそつなくさらっとこなせるスマートな人だね。ああ、いかにもそんな感じ。あんまり何でもできるからちょっと近寄りがたい時もあるんだけど、たまに頑固でちょっと不器用なところもあったり、天然で可愛いところがあったり、知れば知るほどギャップがあって魅力的な人だと思う。可愛い？あれが？人のことあれ呼ばわりしない。イチルも一緒に暮らしたらわかるよ。どうだろうな。あ、そんじゃあ、H は？バランス感覚があって、裏表がない、すごくいい人。見たまんまだな。そうだね。いつだって気遣いを忘れない、明るくて楽しい人だ。ここぞっていう時には頼りにもなるしね。いろんな意味で4人の中で一番安定してると思う。ねえ、一流、今の一流から見て柊と H はどう見えた？信じられる人？信じられない人？それは、俺は信じてここまで来た。裏切られたと思ったことはないよ。一回も？
一回も。ねえ一流、今のこの状態は俺たちの手に余る、そう思わない？ここに閉じこもっていても状況は何も変わらないしね。そんなこと分かってる。誰かの力を借りるのは恥ずかしいことじゃない。それが22歳になった俺が学んだことの一つだ。だからさ、外にいる二人にも相談してみない？分かったよ。うん。シュー、H。ああ。一世、一流。ちょうどよかった。あ、ちょうどよかった。ああ、今 H が。わかった。じゃあ後で合流ね。よし。翼くんがシュン君と連絡取れたって。シュン。あ、一。てる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 。てん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 。シュン君はね、白き魔王様だよ。白き魔王様？ヒセ、やっぱ俺こいつら信用できないと思う。確かにその単語やこの格好は怪しいかもしれないけど、魔王様は本当にいるんだよ。やべえよ、ヒセが洗脳されてる。してないしてない。シュンは同じ月プロに所属するとあるアイドルユニットのリーダーで、この世界のあらゆる不思議現象に詳しい自称白木魔王様。とにかく頼りになるやつなんだよ。そう、シュンって消えたりもできてね、猫に変身できたりもしてね、なんとびっくり魔界にも行けちゃったりしてね、うん、その怪しくはないんだよ。怪しい単語しか出てきてねえだろ。出てない出てない。俺北海道帰る。あ、イッチ、ちょ、イッチ、ちょちょちょ、もう。おお、思い出してくれると思ったんだけどな。やっぱりカラフルだね。耳が切るとただでさえ明るい色が何倍も輝いて見える。はい、関さん。おお、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は本当に引き受けてくださってありがとうございます。もうソリッツさんとクベルさんに来ていただけてるなんて本当夢みたいで。こちらこそ楽しい企画をありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにそのうちわはいつどこで使うんですか？これですか？これはこのシーンの後の特別授業で使います。特別授業？はい、特別授業では一般生徒の皆さんにも参加してもらうのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日はムービーのオープニング撮りですね。はい、あれ、いいもの作っていきましょう。はい、はい、さあ大盛り上がりだったけど、そろそろソリッツのみんな上がってきてくれるか。リカすごいね、鬼になってたね。おお、シー君、みんな欲しがってたぞ。おお、嬉しいね。お、ふみちゃん。あー、ハイズキさんだ。いいだろ、いいだろ。なんかマットな感じだね。マットな感じ、手作り感がいいよね。後ろも見せてよ。お、後ろも視力ちょうだい。いいじゃん、いいじゃん、ね、ありがとう。これは俺が持ってていいのか？あ、よし。ちょっと待ってね。1500円。おお、ここに払うの？うん、売ろう。何の計算？なんでそろばんなの？何の計算？なんでそろばん？何を計算したの？1500円。1500円なんだ。間違いないんだね。やっぱ1500円なんだね。すぐ売ろう。後ほど、じゃあ。はい、後ほど。売ったら超プレミアムだと思うよ。クベルのみんなもおはよう。おはよう。おはよう。おはようございます。おはよう。失礼します。
ありがとうございます。では撮影の立ち位置お願いします。立ち位置お願いします。一流うわ大丈夫です。すごいでしょ。今日すごいね。あごめん、いっぱい買ってんの今日。あ一流かかわいいかわいい。ありがとう。あじゃあこちらでお願いします。はいお願いします。なんで笑ったの。正解なんだよね。そう正解だよ。いいと思う。ありがとう。よし、ふみちゃんいけるよ。よし、じゃあみんなそろそろいいかな。いくよ、3、2やってきました、私立エリン高等学校。はい、拍手。まず突っ込みたいのはこのブレザーね。はい、赤と、紫と、青と、赤と、黄緑と、黄色と、ピンクと、青と、水色と、赤と、とりあえず派手です。直球、そうですね、派手ですね、はい、カラフルとも言いますね。そしてこのカラフルブレザーに身を包むとなると、スキプロが誇るタクアイドルの出番だね。今回ソリッツとクベレが挑戦するのは新入生を歓迎するムービー作りです。依頼人はエリン高校生徒会、協力しながら最高に楽しいものを作っていきたいと思います。あとムービーを作りつつ番組のための企画もあるんだって。特別な授業があるとかなんとか、とにかく気合と根性で頑張れって言われた。根性論が出てくるとろくなことがない気がするんだよな。あとまあひよこが暴走して何やらハプニングが起こりそうですが、それも含めて楽しんでいきましょう。ナイスカバー。さーてみんなでエリン高校に突撃だ。おはい、オッケーでーす。ありがとうございます。ではオープニングはオッケーなので、次の撮影の間各位にとことコメント取らせてください。ではスリッツさんの方からこちらでお願いします。行こうか。行ってらっしゃい。緊張した。全然緊張してるように見えなかった。よかったよ一部。いつもの元気な一位だった。もともと本番に強いタイプなんだろうな。知ってはいたが。褒めすぎだろ。俺普通に楽しくなってうえーとかやってただけだし。カメラの前でそれができる人は意外といないんだよ。イッチーはね、場を温めるのがうまいんだよ。そうかな。褒められたね、イチル。あ、ダイちゃん、どうだった俺。なんか、お前の天職って感じだった。でしょ、俺もそう思う。もともと輝いてる俺がさらに輝く場所なのよ、芸能界って。うわ、この強烈な性格が業界向きなんだ。わかるけど、あんま調子乗らせすぎない方がいいんじゃないですか。ダイ、俺はどうだった？あんたは楽しそうでし…ん？ん？楽しそうだった。ダメ口がぎこちない。せえな、しょうがねえだろ。それだよそれ、俺にもそれくらいも気楽に雑でいいのに。努力してます。ん？努力してる。リカも仕事好きなんだな。うん、仕事は好きだよ。それこそ毎日が文化祭みたいでね、いろんなことをみんなでワイワイしながら一緒に作るのって素晴らしいなと思うんだ。みんなで一緒に。はい、集合。あ、カメラさんもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこの後の流れを確認したいんだけど、みんな大丈夫か。はい、はい、こっちこっち。みんな一旦こっちに。はい。さて確認するが、ダイとイチルは中身がデビュー前のままなんだよな。ああ、だがそこまで絶望的な状況でもない。我らが不思議現象解説担当様に相談した結果、元に戻る方法は見えたからな。ありがとうございます、シュン君。シュン曰く、今のダイとイチルは例の階段の儀式の結果、過去の意識がグイって強引に連れてこられた状態なんだってさ。で、元の意識の上に乗っかって表に出てきてると。こんにちは。アヒージョ状態だな。今の意識が具材たちだとしたら、その上に過去の意識としてオリーブオイルが浸っていると。どっからアヒージョが出てきた。まあともかくそういう不自然な状態だから、この間と逆のこと、つまり階段を登ることで元通りになるんだってさ。こっちこっち。オリーブオイルがなくなってしまうということだな。残るのは具材たちのみと。アヒージョにこだわるね、シキ。元に戻れるな、よかった。にしてもただ階段を登り降りしただけで儀式ってことになっちゃうのか。ちょっと怖いな。意図的じゃなくても、いろいろな条件が整った結果、超常的な現象が起こってしまうことって結構あることなんだそうです。その辺の話は面白かったよな。二人
二人ともシュンに会ったのか。はい、なんていうか説得力がありました。魔王様って本当にいるんだなって。あれ、イッチーとダイ君が何かを分からされている。アルビオン教って設立されてたっけ。あ、ただ戻るのは今すぐというわけにはいかないみたいで。やっぱり特定の条件が整う必要があるみたいです。それはいつになるんだろう。長期化するならこちらも対策を練っておかないと。はい、喜べ、1週間後だ。当時、つまり12月22日の夜の12時。1週間、長期化というほどじゃないか。意外と近いな。だろ。ああ、よかったな、ダイ、イチル。はい、今度は月の光が差し込む時を狙うんだそうです。時間も3日前のロケが昼の12時なので、その反対で夜の12時。ねえシュウ、逆の儀式ってことは太陽に対して月っていうことなのかな。ああ、おそらくな。法則や仕組みに関しては正直理解の範疇を超えているが、シュンがそういうのならそういうものなんだと考えるしかないな。ありがとう魔王様、今度はじめラブ語りに付き合うね。最近おかしくて。大事なのは元に戻る方法とゴールは見えたということだ。二人には期間限定で芸能人の大と一流として頑張ってもらう。無茶言うよな。まあやるしかないんだけど。頑張る。最初の仕事であるこのロケがプロフェッショナルが揃う現場じゃなくて手作り体当たりがコンセプトの企画で、本当に良かったよね。確かに、演技をしたりする必要も歌ったり踊ったりする必要もないですからね。普段知れないエンタメの舞台裏を見れる、知れると。だよね、たくさん思い出作って。思い出って持って帰れないんだっけ。だね。え、そうなのか。え、ああ、なんか魔王様からいろいろ説明されたな。過去から未来に情報を持ってくることはできても、その逆、未来の情報を過去に持って帰るのはかなり難しいんだそうです。向こうに戻った時に自然と忘れるように調整が入るとかなんとか、感覚的には妙にリアルな夢を見た気がするくらいになるそうです。じゃないと世界の法則が崩れるとかなんとか。ああ、どうせなら競馬とかでっかく当てたかったのにな。そういうことができてしまうからダメなんだろうな。とまあそういうわけだ。お前もサポートを頼む、アイスキー。了解、任せてくれ。そのために我々マネージャーがいるんだしね。ゆずきさんとも連絡を取り合ってバッチリサポートするからさ。ありがとうございます、心強いです。なんかいろいろ迷惑かけてすいません。ほら、一路も。すいません。いやいや、これってもらい事故みたいなものだろ。君たちが意図したわけじゃないし、一番困ってるのも君たちだ。困った時はお互い様だからね。遠慮なく頼ってくれ。とはいえ、この後の企画は業界歴や経験の有無には関係なく、俺たちにとっても体当たりなんだけどな。あ？この後は全員漏れなく体当たり、スクレボ名物特別授業がやってくる。応援よろしく。頑張るぞー。おーおー、ほら、一流も。おお。というわけで特別授業の始まりです。モニタードン特別授業。ではみんなそれぞれ席について。そいつチームがそっち、クベルチームはそっちね。こっち。いえ、司会進行のハイズキです。よろしくお願いいたします。よしこー。この特別授業はそいつチームとクベルチームの2チームに分かれてやってもらいます。そして今回アシスタントでエイリン高校の生徒にも参加してもらいます。協力してもらいます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日の特別授業、お題はこちら。ドン、即興芝居。お題に沿った即興芝居をそれぞれのチームから一組ずつやってもらいます。一般生徒の皆さんはその芝居の中で言ってほしい一言を考えてホワイトボード上に書いてください。演じる者はその言葉を
必ず芝居の中で言わなければいけません。それぞれやっていただいて、良かったと思う方も一般生徒の皆さんにジャッジしていただきますので、その際サインライトの用意もお願いいたします。今日めっちゃ区切るね。気合い入れてこうと思う。あ、気合い入れてこうと、分かりやすくね。そうそうそう、すごい区切るなと思う。伝わるように、伝わるようによ。では本日のお題はこちら、ドン。ナンパされて困っているところを助けに入った一言。実にいいお題ですね、うん、広がっていくと思います。本日じゃあやるメンバーを先に発表したいと思います。あ、ソリッツからはリッカとダイ、おお、クベルからはシュート H。 はい、おお。さあ、では一般生徒の皆様、この2組に考えてほしい、あ、言ってほしい一言、それぞれ考えてお手持ちのホワイトボード内より記入してください。よろしくお願いします。ではジャッジメントタイム。ああ、違う。早い早い、まだジャッジすることもなしてない。終わりの始まりで。まだまだ大丈夫だね。まだ。ではシンキングタイムスタート。というわけだね。誰が選びに行く？じゃあそうだな、クベルチームが言う一言を、じゃあやらない中で、じゃあ翼見てきて。オッケー。いってらっしゃい。どういうのがいいとか。難っ。おお。どう、どういうのがいいとか。ある、 H なんかある、はい、こういうのがいいな、こういうのがいいなとか。まだ、ね、ちょっと待ってくれ、即興芝居なのに打ち合わせしてたんだ。いやいやいや、打ち合わせしてない、打ち合わせしてない。じゃあもう行ってくるわ。行ってらっしゃい。じゃあそいつチームが言う一言を、一流大丈夫か、見てきてくれ。あ、俺か。ナンパされて困っているところを助けに入って一言。あ、ナンパされている言う一言をね、選べばいいから。助けに入っなものでいいからね。お、藍月さん、はい、いらっしゃい、一流。ナンパされているところを助けに入って一言じゃないですか。そうだね、3人いりますよね。そうだね。は、藍月さん、ちょっと、藍月さん、藍月さん、ついに、なん、よし、やろう、大丈夫。それぞれ、じゃあ、ナンパ、どのポジションにするかはな、その時の雰囲気、その時の雰囲気次第。じゃあ最初はそう始めてもらって、でそれで判断して入っていく感じでやるってことだね。でも一言はね、あれだから、一言はナンパされる人か、じゃナンパする人にしようか。ナンパする人、そこでいこう。ナンパする人ね。ナンパする人でいきますよ。わかりました、大丈夫だね。でも、うん、藍月さんの女性も見てみたいな。おっと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 、ナンパされる人ナンパする人にさせてくれないか。とりあえずは 別チームとして一人で全部やるか。えぐいな、ただの罰ゲームだよ、本当に。一人失敗ないよ。でも今クベルチームはそうなったけど、ソリッドチームはじゃあまあ残り2人がね参加するっていう形でも大丈夫だから、それは。あ、何を言ってるの。だから2人でやっててもやっぱり人が足りないから、このテーマ的にいらないよな。お、いらないんだ。いや、ハイズキさんで大丈夫です。どれがいい、どれで行ってほしい、どの役がいい、ハイズキさんが、うん、いや、好きなやつやってください。よし、じゃあナンパする人で。さあ、どうかな、今日はかなり選んでるな、ね、しっかり選んでるな、しっかり選んでますよ。いっぱいあるね、これは悩みどころ。そしてもう書かずに立花のね、もう上げてくれてる人もいるしね、ありがとうございます。さあ、2人とも帰ってきたね、お帰り。ではでは、じゃあ先に行った翼からクベルチームが言う一言を発表、どうぞ。ここで灰月さんから。あ、ここで灰月さんからっていう一言ね。あ、そうそうそう。ではそいつチームが言う一言、どうぞ。俺と一緒にアヒージョ食べに行かないか。俺と一緒にアヒージョ食べに行かないか。まあね、なんか参加する気配が見えてきましたね。見えたね。うん。それはそっちが勝手に上。でももう抜かれてるから。すごい抜かれてるから。でももうふみちゃんも顔真っ赤になってきたからね。よし、じゃあどっちから行く？ここで灰月さんから一言。ここで灰月さんからっていうこと。ここで灰月さんから。クベルから全員。じゃあクベルチームから行こうか。よし、行こう。ちょっとこれを置いといてもらっていいかな。とりあえずまだゼロだ。なんかふみちゃん準備しだしたね。うん、もう出るって決まってるからね。ちょっとこれあれだね、じゃあ芝居止める人は
どうしよう。生徒のみんなにしてもらおうか。そうだね、生徒のみんなに。これね、大役だからね、頼んだよ。はい、かしこまりました。大きい声でストップって言ってね。はい、ストップ終了。 OK です。いけるかな、本当に。じゃあ3人いるんだもんね、絶対。3人とも用意はいいか。どこから出てくるの、その自信。今のところ、今のところゼロだ、ゼロ。何もない。レディーアクション。動く。あれ、これね。あ、ボーリングか、ボーリングか。おお、これ。めちゃくちゃうまいね、君。ありがとう。一応これでもプロでやってますんで。おお。なんかね、ちょっと今日遊びに来たんだけど。はい、遊びに来たんですか。うん。なんか暇だなと思って。はい、ボーリング上手い人と一緒に遊びたいなって思ってんな。ああ、わかりました。何をして遊びましょうか。ボーリングで。はい、ボーリングしようよ。あ、もうしてたんですけどね。じゃあ一緒にやろう。わかりました。ちょっとやり方わかんないからさ。やり方がわからない。うん。何人ですか。ボール持って、はい、どう投げる。あ、そんなに簡単に持てないですよ。結構重いんで。あ、つけてください。はい、ボールを。そうじゃない、ここにあの3つ空いてるところがあるんで、刺していただいて。ここに刺して。刺して。あ、いらっしゃいませ。はい、お客様2名で入られてますか。あ、1名だったんですけども。あ、1名ですか。あ、すいません、すいません。なになになに、何よ。お客様は1名で入られてますか。1名っていうか、そもそもフラフラ来ただけだけど。フラフラ来ただけ。え、うん、お客様18番席の方ですよね。なダメなの。んダメなの、ダメなのっていうのは。いい感じだなと思って。ちょっと一緒にやるだけじゃないね。え、遊ばせてよ。男性ですよ。男性です。失礼ね、あなた。私が男に見えるっていうの。あらあら。いや、すごいスタイルのいい男性だなと思ってましたけれども。私はね、そっちで。髪も短くて。髪も短い。今はね、いろんな人がいるじゃないの。そうなんですね。あ、失礼な店員さんの前見から遊びましょう。そんな。あ、ちょっとちょっと、ね、あ、いや、うちそういうナンパとかダメなんですよ。ダメなの。はい、ボーリングを健全にやるお店なので。あれ、ナンパだったんだ。後ろから見ておりましたけれども。はい、声かけられてましたよね。まあまあまあ、ね、一応罰金がありまして、まあね、罰金、はい、罰金があるの。罰金が5800円。5800円。すごいちゃんとした金額ね。はい、5800円です。じゃあ逆に聞くから、5800円払ったら彼と遊んでもいいの。ダメです。ダメなの。はい、なんでよ。いや、一応とりあえずしっかりね、ちょっと一回ちょっとそういう誘いはやめてもらって、一旦席についてもらっていいですか。ちゃんと。はい、じゃあボーリング引き続きやられててください。いいんですか。はいはい、ありがとうございます。引き続きやらせていただきます。はい、ここで葉月さんから一言言っていい。はい、私、ハイズキって言うんだけど。え、あなたに私の恋路を邪魔する権利はあるの。ありますよ。あるの。ありますよ。なんでよ、あんた私に惚れてんの。違います。彼は8年間このボーリング場に通い続けて、今日が2800日目なんです。それで僕も毎日バイトながらここで働いてます。彼をずっと見続けてきたんです。だから今日来た君にそれを邪魔されてほしくない。わかりましたか。それは気がつかなかったわ。私の負けね。じゃあ私も私で修行して出直してくるわ。待っててね、好きなあなた。あ、すいません、5800円だけ。5800円。はい、ちょっと今ないので一旦 ATM 行っていいですか。はい、ありがとうございました。バーン、終了。素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、すごいです。向いてます。こんな大変なことを皆さんいつもやってたんですよ。
に。ここで灰月さんから一言自分で処理。素晴らしい。どうしたらいいか分かんない。そういうわけでね、まあ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 、そういう形で次はソリッツチームのね勢いを見せてほしいところだよ。みんなでね協力してやってもいいし、それは全然任せるよ。いや、灰月さんも出るんですよ。行くんだね、またもう一回行くんだね、分かった。ちなみに、何でしたっけ、一言。ナンパされている、あ、なんだったっけ。俺と一緒にアヒージョ食べに行かない。俺と一緒にアヒージョ食べに行かないです。さあ行きましょうか。じゃあ準備ついてください。もうめちゃくちゃ映ってますね。ああどう出てくれるのかっていうところで、2人とも準備してもらっていい？はい。おっ、これは見ものだ。今日確認だけど、ナンパする人で入ったらいいんだよね。大丈夫だよ。あ、何でもいい。何でもいいんだよ。何でもいい。あ、もう最初からいてくれてもいいですし、何でもいいです。合わせます。即興だから。即興だからね。うん。さあさあ行くよ、3人とも。バラバラだね。用意はいい？すごいトライアングルができた。何がどう言ってる。誰から行くんだ。誰から行くんだ。誰から行くんだ。行きますよ。レディーアクション。ちょっとやめてください、やめてください。ちょっとやめてください。もういいじゃないか、いいじゃないか。俺と一緒にアヒージョ食べに行こうぜ。やめてください。いいじゃないか。グツグツしないでください。いいじゃないか。オリーブオイルかけないでください。やめてください。おい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 、楽しそうだ。俺も混ぜろよ。おい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 、いいじゃないか。誰も助けに来ねえぞ、こんなことしてもよ。ピンクのブレザー着た人がナンパされてるな。誰も助けに来ないぞ。どうぞ、助けになんて来ないぞ。誰か助けて。やだ、揺らさないで。すいません。ちょっと酔ってきた。今しゃべっ、喋ってます。今こっち喋ってます、うん。やだ、ぐるぐるしてる。今こっち今工事中なんで。あ、すいません、どうぞ。あ、えそう、お前をアヒージョにしてやろうか。揺れてる。アヒージョにしないで。なんかあの人かわいそうだな、うん。ねえ、マッシュルームとか入れないで。お願い。こうなったらあの人呼ぶしかないか。うん。お、ひよこさん、ひよこさん。助けて、早く。困ってる人を助けてあげてください。ピヨピヨ、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 なんだい？ひよこさんが来た。うん。なんかあそこに困ってる人がいるので助けてもらえませんか？助けて。誰か。ほら、もうすぐいいアヒージョになりそうだ。いい感じだな。アヒージョとか言ってるから、僕、アヒージョの中に入れられそうで怖い。ほんとか。じゃあ、双子さん、双子さん。困ってる人を助けてあげてください。怖っ。これどうだ。おっといけない、鷹の爪を入れ忘れた。これが重要だね。ヒリヒリする。なんか大変そうだね。あ、双子さんが来た。どうしよう。でも美味しそう。なんか、うん、早くバケットが焼き上がっちゃう。やだ。ちょっと右腕がもう辛いな。これも左腕がさっきから結構きついよ。お兄さん、はい、お兄さんが助けてあげたらどうですか？僕たちじゃできない。そうだよ。助けて。一番背が高いじゃないですか。すいません、僕にはできないんです。なんで？一応宗教に入っていまして。あら。人に危害を与えている人を助けてはいけないという宗教なんです。どういうこと？おい、さっきから何見てんだよお前。おいおいおい、お兄さん、なんだ、助けようってのかお前。いいえ、大丈夫です。助けようっていう気持ちじゃないのか。私は人が貶められていようが何とも思いません。怖いんだけど。怖い。しかしかわいそうだから。疲れてきた。お、お、なんだよ。助けて、早く助けて。助けて早く。俺と一緒にアヒージョ食いに行こうぜ。英語が堪能な人を助けに来てくれないかな。誰？そうだよ。誰？あれ？あれ、いなくなった。いなくなっちゃった。僕は行っちゃった。とりあえず僕突っ込んでみる。うん。そしたらじゃあ。黄緑色のジャケット着てる人も来ないかな。あ、呼んだかい。あ、
わ、助けてよ。なんだなんだ、どうした。よいしょっと。なんで一回脱いだんだ。あ、なんかあそこに困ってる風な人がいるんで。ほらほら、アヒージョにしてる。いたよ、早く。おいおいおい、あ、どうしたの。ん、なんだお前。何してんの。助けて、ナンパされてるの。いたら分かるだろ、アヒージョにしてんだよ。この子をアヒージョにしてんの。ああ、そうだ。君と君が。ああ、そうだ。何、取り合いしてんの。いや、俺のだ。いや、一緒にアヒージョ食べれたらな、うん、一緒にアヒージョ食べれたらな。シェアされちゃう。いいじゃんね、仲いい、仲いいっぽい。ほらほら、仲いいっぽい。仲良さそう。助けてよ。これは何。ピヨピヨ。ヒヨコです。うん。あ、緑緑、シェアするか。あ、俺もシェアしていい。あ、そうそう、いいぞいいぞ。これ以上増えちゃうの。まだまだ分かる。じゃあ僕行くね。あーあー、僕もそうよ。アヒージョが増えたぞ。増えた増えた。いい鶏肉だ。いい鶏肉が入った。このまま食べ続けられるぞ。鶏肉入っちゃった。あ、豪華になったな、うん、こうなったら学生4人も来ちゃえ。止める人がいない。早く助けて、誰か本当お願い、うん、助けてあげてほしいな。もう受けの限界が来てるの。こんなに助けるやつがいない世の中だと思わなかったな。どうなさったんですか。あ、なんか困ってる風なんで助けてあげてもらっていいですか。困ってる風、あ、早く。どうしましょう。助けて。どうしよう。どうしよう。もう手の形が困ってる。もう吸い込まれる。どういう状況ですか。なんだ、困ってる人より困ってる人来たな。困ってる人しかいねえぞ。困ってる風な人が2人。困ってる空間だ、また。困ってる風な人が2人。困りすぎだろ、なんだお前ら。でも俺ら今ちょっとでも助ける意思をも見せられたらすぐ負けちゃいそうだよな。あ、まあ確かにな。いや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 。おお、なんだ。いや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 。なんだ。そこのアヒージョ君たち。なんだ。アヒージョ君たち。おお。なんだなんだ。さっきお兄さんが警備員とか言ってた人っぽい。そう、私は警備員だ。案内してやろう。どこに案内してやろう。どこに案内してくれるんだ。このどうしようもない即興芝居をゴールへと案内してくれるのか。どう示してくれるのか。さあ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 。あれ、生徒は一人だったか。あれ、ここの生徒は一人なのか。お願い。どうした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 。何事でしょうか。とりあえず助けて。あれ、おおおい、やばい。歩行より長いぞこの時間。やばいぞ。とりあえず、くそ、あー、地下ない、地下ない、どうしよう。多分切るんじゃないと思う。え、多分切る。君たちのボスだね。そう、君たちのボスなあ。ボーリングで焼き付けよ。あ、先輩、お前たち、先輩、先輩、やめろぞ。あなた、俺の立夏のひよこに手を出すんじゃない。パッチー、先輩、すげえやった。手を出すんじゃない。おー、先輩、まずいか。あれ、みんなが沈んでいく、みんなが沈んでいく。投げられそうだ。助けられた。ありがとう。このアヒージョは全部私がいただく。おー、せーらなんということでしょうか。おい、やばいぞこれは。もうやべえぞ。全員が全員参加した。一生残るぞ俺。そうなの、今日みんな今日一生残るぞ。なの、一生残るのに、自分出てるのにずっとそこでお守りになんか寝してただけや、はい、一番メインなのに。いや、僕は皆さんの肩に乗っかって。お、やばいって。やばいよ。徹底してるね。ごめん、今のどっちチームだったっけ。ごめんね。知らん。マルトチームだね。さあ、ではもうどんどんいきますよ。もうどっちでもいいや。あれだあれだね、あの結構出てるから。あれだ、ごめんなさい。おっと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 、運命のジャッジメントタイム。では今の即興芝居、ソリッドチームが良かったと思う人は赤を、クベルチームが良かったと思う人は青を上げてください。どうぞ。あれ、これ結構いい感じだね。おお、接戦だ。すごいね、かなりの接戦だが、集計…むずいな。むずいね。難しいね。俺シューの好きだったよ、うん、本当に8年通ってそうだったもん、ね、集計が出ました。ありがとうございます。はい、ではいきますよ、結果発表。あ、
本日の特別授業、勝者はクメルチームおめでとう。まあほぼドローですね。そうだね、かなりみんなで取った引き分けということで。そうだね、引き分けかもしれない。優しい。そしてここでもう一つあるんだよ。今までのこうやって勝敗をつけてきた一応結果をね、つけてるので、それも発表したいと思います。本日クベルチームが勝利者ということで、なるほど、クベルチームが6回勝利、トリズチームが7回勝利ということで、統計でいうとトリズチームの勝利。いい勝負だったね、本当に。今日も含めてね、いい勝負だったと思います。ではでは、本日の特別授業はこれで終了です。ソリッドチーム、クベルチーム、そしてアシスタントの栄林高校のみんなに拍手をお願いいたします。ありがとう。みんな忘れようね、ちゃんと、切り替えていこう。そうだね。本当にご協力いただいた一般生徒の皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。さて、ここからは新入生歓迎会オープニングムービー撮り、いくよ。おチャオ、ソリツの奥井翼です。新入生のみんな、学校生活には慣れてきたかな。勉強に部活、恋に友情、ザ・青春の思い出たくさん作りたいよね。そこで栄林高校での新しいスクールライフをもっともっと楽しめるように、俺たちが実体験しながら紹介していくね。じゃあまずは授業風景から。ガラガラガラ。栄一、早く座りなって。俺かい。ひよこちゃんは？ Good morning everyone. Good morning everyone. Repeat after me. Repeat after me. Dear dreamer. Dear dreamer. Because you are. Because you are. Good night my darling. Goodbye my darling. The end of night. The end of night. Quantum dry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 . Aoi mizu. Aoi mizu. Niji. Niji. Brave of lovers. Brave of lovers. Niji. Niji. Arigato. Arigato. Excellent. 次は部活動の紹介。まずは書道部かな。はい、書道部でーす。はい、エチさんの分と、はい、エチさんの分、はい、はい、今回は皆さんに事前に漢字一文字を書いていただきました。それでは順番に紹介していただきましょう。まずはエチさん。はい、その心は。14公演素敵な笑顔をありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。じゃあ、エチルさん。一、その心は。俺と一星のお揃いの字。確かに。二人の絆が現れてます。ありがとうございます。次はシュウさん。はい、ダン、セイ、はい、もうすぐクリスマス、少し早いですが、メリークリスマス。皆様にクリスマスプレゼントということですね。ありがとうございます。最後は一星さん。はい、ル、ル、その心は。今の一流も、これまでの一流も、これからの一流も、俺の宝物です。ありがとうございます。皆さん、素敵な一文字ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ではここからは俺が七不思議を一つ紹介しよう。シー君の七不思議、ぜひ聞きたいな。ああ、今回のは本当に怖いぞ。おお、心して聞くよ。ああ、行くぞ。おう。ん？シー君？え？聞くよ、シー君。大丈夫、聞いてるよ。え、どこ見てんの。え、ん、どうしたの、シー君。え、魂がどっか行った、そういう話。え、あ、話さないんだ、話さないんだ。話すと思った今。え、どこを見てるのかだけ教えて。とりあえずその目線の先が気になるわ。え、この空気が一番怖かっただろう。なんで捨てよ、もう。次は体育の授業。今日は大縄跳び20回チャレンジに挑戦。イエーイ、ありがとう。20回。はい、よし、みんなで記録更新だ。いくよ、せーの、1、2、3、4。あー、バリ、まだいける、まだいける、まだいける。いくよ、せーの、1、
ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、この後撮影なる4人は俺についてきて。はーい、また行ってきます。いってらっしゃい。今回超大作だね。だな。大丈夫。ああ、そうか。当然、あんたも知ってるよな。うん、ごめんね。別に、謝られることじゃねえし。何が？一流。俺は、ずっと水泳やってたんだけど、肩壊してさ、水泳部辞めたばっかなんだよ。あ、そうなんだ。で、先週大学も辞めた。学校も？スポーツ推薦で入った大学だったからな。親はわざわざ辞めることないって言ってくれたけど、うちは母子家庭でそこまで余裕があるわけじゃねえし、代わりに勉強したいって思えることも見つからなかった。そっか。あの、聞いてもいいですか？それで今は何を？何も。何をしようか考え中って言ったら聞こえはいいけど、要は何もしないで家でダラダラしてる。急に時間が余ってぼーっとしてるところ。とはいえ、まさか強制的に芸能人体験させられるとは思わなかったけどな。確かにね。あんなカラフルな制服着たことがなかったでしょ。普通ねえだろ。俺だって初だよ。中国の時は普通の学ランだったし、その後は作業着だしね。な、作業着？ああ、俺たちは高校に進学しないで就職したので、制服は学ランだけなんです。ああ、お前らの話は少しだけ聞いてる。そう考えたら、俺がぼーっとできてるのって周りに甘やかしてもらってる結果なんだよな。え？お前らはこれからどうするとか考えるよりも先に、もう社会に出て働いてるんだ。じゃないと生活できないから。すげえよ。なのに俺は。別にお前が甘えてるとか思わないけどな。一流？これだって決めてやってきたこと、いきなりやめなきゃいけなくなるのもそれはそれできついじゃん。しかも怪我でだろ。一流。まあもちろん、この先何ヶ月も何年もずっとボケとしてんなら甘えてんのこいつとは思うけど、ダイさんはそうじゃなかったから、ここであのブレザーを着ることになってるんですよね。そういや、そうか。単にやけくそになってただけかもしんねえけど、そういう一面はなくもないかも。やけくそでも何でも、一度は壁にぶつかって立ち止まったけど、また動き出したってことですよね。それだって十分すげえことですよ。一世、怪我とか事故とか俺たちの生まれとか、世の中自分じゃどうしようもないことって結構あるんだな。
全然平等じゃねえ。なんで俺ばっかって思うけど、あるんだよな。うん、あるね。大人になった今でも、芸能人になって稼いでても、ある。そっか。いちる、ロケは楽しめてる？え？ああ、うん、すげえ楽しい。マジで全力で体当たりって感じ。俺こういうの好きみたい。気に入ったならよかった。君が選んだこの先で待ってる未来だよ。一星が言った通り、華やかに見えるこの仕事でも理不尽なこととか大変だって思うことがゼロではないけれど、それ以上の好きとか楽しいもあるっていうのはわかるでしょ。そういうのを自分で見つけられるのが大人なんだと俺は思うよ。一流は未来でちゃんと自分に合った道を見つけたんだ。俺が自分で見つけた。大ちゃん、リッカー、一世一致、撮影始まるよ。よし、一流、一世、大、行くよ。はい、宅配アイドル頑張りましょう。おお、よし、じゃあ撮影、はい、着替えて着替えて。大丈夫そうだったよ。おお、いやー、よかった。撮影の仕事もどうにかいけそうだね。少々ぎこちなくはありますけどね。それはしょうがない。でも全然カバーできる範囲だったよ。立花と一星がうまいこと誘導してるっぽいし。まあ中身が変わったところで外見がいきなり崩れるわけではないからな。ポージングも体が覚えているんだろうみたいだな。助かったよ。次は撮影後のインタビューか。二人の分は俺と翼くんが話すとして。任せておいて。答えられるだろうってやつを振ってアンバランスに見えないように調整するしね。ああ、任せる。トークについては信頼してる。ついてはってどういう意味だよこら。歌収録はさすがに再調整だな。二人の歌声を聞いてみたいという気持ちはあるが、後々まで残ることを考えるとやはりベストな素材を使いたい。そうだよね。声自体は変わってなくても歌い方とか声の出し方とかあるもんね。俺も昔の歌を聞くとあーってなっちゃったりするし。今初期素率の歌を歌ったらどうなるんだろうとかあるよね。あるある。一つの成長の証だな。はい、 OK です。お疲れ様でした。お、終わったかな。ただいまおかえり。今日も安定の麗しのセラリッカだったよ。うん、安定でしょ。ダイもリッカと絡むことで武骨さが悪目立ちせず個性になっていた。そう悪くない。フォローしてくれなくていいです。俺は全然突っ立ってただけで。さすがにわかるよ。この返し懐かしい。だよね。なんだよ。昔ね、まだダイが撮影に慣れてなかった頃、やっぱり自分の力不足だって固くなだった頃があってね。うんうん、しょうがねえだろ、同じ人間なんだから。初のスチール体験どうだった、イチル？え、ああ、なんかうお、マジでとか思ってるうちに終わってた。確かに始まったら流れるように進んでいくもんね。あれよあれよといううちに、はい、オッケーってなって終わってる。それそれなと言いつつも、イチルはコツをつかむのがうまい。最後は普通に笑えてたし。なんだかな、一星が複雑そう。
昔は撮影で苦労してたもんね。うん。さあ、次は取材だよ。は？取材？ああ、そう構えることはない。当たり障りのない近況を話す程度のものだ。近況…あ、俺は元気です、とか？うん、間違ってはない、間違ってはないね。取材…こっちは固まったな。翼、頼んだぞ。あ、水泳関係で取材とかはなかったの？話すの苦手だからできるだけ断ってたし、水泳の話ならまだしも、初対面の人と天気の話で盛り上がるとか無理。別に天気じゃなくてもいいと思うけど。近況、朝パンを食べましたとか。間違ってはいないね。ピンポイントすぎるけど。さあ取材始めるよ。こっちに座って。何でしょう。頑張れ。ダイはこっち。おう、イチルはこっち。それでは取材を始めます。よろしくお願いします。お願いします。ではイチルさん、ファンの方へメッセージをお願いします。朝パンを食べました。朝パンを食べるとすごいんだよ。そうなんだぞ。そうなんですね。ありがとうございます。それではダイさん、ソリッツを一言で表すと何ですか？天気です。なんか天気のようにキラキラ輝いてる素敵なユニットだなって言ってるんだと思います。なるほど、ありがとうございます。では以上になります。ありがとうございました。動き出した一秒一秒を生きてるから、うつむいたままはもったいないよ。一コマ一コマ描いてるほら、次のページへと進もうか。一生せずも抱きしめるから、短くてとても大きな会場でこんなに人がいてすごいよね。H も同じステージに立ってライブをやってる側だったと思うんだけど。イチル、クベルのライブ映像を見たご感想は？俺が今未来にいるのと同じくらい信じらんねん。自分が歌とか踊りやってるのも驚きだし、こんなに大勢の人が金払ってそれを見に来てってのはもっと驚け。そうか。なあ、この人たち俺のこと誤解してたりしないかな？誤解とは？いや、俺こんなキャーキャー言われるようなタイプじゃねえし、騙してるみたいになってねえかな？チル、こら、たとえ本人でも俺たちの位置を過小評価しないでくれるかな。ファンのみんなの見る目だってなめちゃいけないよ。みんな素敵な人たちを毎日チェックしてて、その上で俺たちの応援をしてくれてる人たちだ。そんな簡単に騙したりしないよ。 H、 うん、 H の言う通りだよ、イチル。いっせ、応援してもらえるのが当たり前だって思っちゃいけないけど、自分を疑いすぎてもダメなんだと思う。謙虚すぎても失礼なんだ。応援されるだけのものがあるんだって最低限の自信は持って、応援されるのにふさわしいものを見せるんだって考えないと。
この映像に映ってる未来のイチルはいつだってそれを忘れてない。未来の俺、プロとしての気構えだな。なあイチル、今一世は強いと思っただろう。え？あ、びっくりした。昔俺と出会ったばかりの頃の一世だったらこんなことは言わなかっただろうな。確かに一世もかつてはお前と同じ場所にいたんだよ。だが7年分成長して強くなったんだね。7年後なんて想像もできねえや。うん、柊に出会う前の俺たちはそうだったね。来年の話も再来年の話も現実感がなくて何をしてるんだろうなんて話をしてたね。自分たちのことなのに全然わからなかった。おかしいよな、自分たちのことなのに。いやいやいや、え、思春期なんてそんなもんでしょ。俺だってそうだったよ。お前でもそうだったんだ。そりゃそうだよ。夢とか具体的な目標がある人もいたけど、まあ、そうじゃない人も珍しくなかったね。まあ、少なくとも俺はもう全然真っ白だったよ。面白い仕事がしたいな、ゲーム関係とかどうだろう、映画作ってみたいな、サッカー選手の年俸はとかとか、なんか夢を聞かれるたびに変わってた気がする。H はやりたいことが見つからないんじゃなくてやりたいことが多すぎてってタイプだね。まさにそれ。でもそうやって迷ってんのも楽しかったんだよね。そういうところは H らしい。俺は早くから芸能界入りをしていたから同年代の一般的なものと比べると少々特殊な生活をしていたが、国民的ユニットとまで言われた人の特殊は少々ではない気がするな。何年か先まで決まっている仕事はあった。それでも明日は分からない、そういう気持ちは常にあったな。あんたみたいな人でもそうだったんだ。何せ流行り廃りが早い人気商売だろ。俺自身楽観的とは言い難い性格だしな。永遠にトップを走り続けることなんて不可能だと分かっていたし、うまくいってる時こそそれが終わることを考えてしまう。実際数年後にユニットは無期活動休止になった。割と予想してたんだ。どうだろうな、今でも当時の気持ちに整理がついていないよ。ただ周囲からはまさかと驚かれはしたが、俺たちの中ですんなり話がまとまったのは事実だ。みんなどこかで終わりを意識していたのかな、それとも衝撃が大きすぎて驚いている間にそういう流れになっていたのかな。休止しない未来を選ぶことはできたのか、ふとした瞬間考えることはある。そうなんだ。だからといってクベルの活動が物足りないとか不満があるというわけじゃないぞ。分かってるよ、裏切り者なんて思ってないから安心して。泉柊の芸能界生活の始まりの場所だもんね。大切だろうし、いろんな思いがあるのも当たり前だよ。柊がそういう話をしてくれるのって珍しいね。そうか。うん、まだまだ俺たちの前でも完璧な泉柊を演じる癖があるからね。全部が綺麗にまとまってから話をされることが多いけど、個人的にはそういうごちゃごちゃっとしてる時にこそ話を聞きたいな。よく言ってくれました一世、それは俺も常に思ってます。参ったな。一世が本当強くなってんな。ありがとう。一流は俺よりもっと強くなってるよ。あ、会いたかったな。っていうのも変か、俺なんだから。そう、
未来のイッチーだね。かっこいい大人になってるから安心して。なんだそれ。あ、俺だってそうしたいけど、今話してることも元に戻ったら忘れてしまうのが世界の法則ってやつなんだろ。そうなんだよね。それでも全部がなくなるわけじゃない。今こうして話していることで何かが残る。そう信じたいな。は？イチル、シュウと出会ったとき間違いなく絶対に手を取ってね。俺たちはクベルはそこから始まるんだから。それじゃあ俺も迷いなく手を伸ばせるよう過去の俺に思いを飛ばすとしよう。普段はやらない大胆な行動だ。だけどそれが必要だ。迷うな、とな。じゃあ俺はシュウと連絡先を交換したところかな。ビビってないで OK してねってね。こうやってまた4人で話せるように。ヒス、シュウ、エチ、頑張って進めば7年後も俺は一斉と星見れてるんだな。うん、こんなに綺麗でこんなにたくさんの星に囲まれてるよ。お邪魔しまーす。と、夜の学校か。補足撮影があるからって説明したら快く許可が下りてよかったな。まあその撮影があったから若き日の大と一縷の魂が召喚されるなんて事態が発生したんだがな。火のないところに煙は立たないって言うけど、まさか学校の七不思議が本当になるなんてね。ということはだ、階段だけでなくトイレの花太郎やめろー。そういうこと言うのやめろー。本当に出てきたっておっさんだったろ。分かった、うん、花太郎ってなんか違うくないか。大丈夫だよ翼、俺たちにはこのスクレボ制服があるじゃないか。あるから何。お化けだって思わず二度見して警戒するレベルのカラフルさだから、うん、きっと大丈夫だよ。このブレザー蜂でいうところの警告色だったのか。ついでにもう一つ、俺たちにはこの魔王様特製アルビオン幸運お守りもあるからね。何それ。ん、今日の儀式がうまくいくようにってシュン君からもらったんだ。ほらここ読んで、ここ力強いお言葉があるから。いろんなことがなんとかなあれ。別の意味で力強いな。いらない。ようこそアルビオン教へ。なんか増えてね。
もう行ったのかそっちに、うん、はい、俺ら入ってないよ。え、入信前です。え、大くん、あ、どうしたの、入っちゃった。君たちもどうだ。大丈夫です。大丈夫です。え、とにかく心強いラッキーアイテムを手に入れて、これで準備万端だね。うん、あとは12時になるのを待つばかりだな。逆の効果を求める儀式だから、太陽の光に対して月の光が必要で、時間も反対だから夜の12時ってことか。月はちゃんと出てるな。てか思ったんだけど、これ曇りだったらアウトだったんじゃないか。ああ、そこは心配していなかった。春からこのお守りと一緒に晴らしておくから安心してねとのお墨付きをもらっていたからな。お墨付き、目が怖い。神様の階段とかよりそっちの方が規模でかくないか。一世の中にはね、触れちゃいけないことがあるんだよ。おっと、階段が光り始めたな。いよいよだな。お世話になりました。大ちゃん、やばい、なんか急に寂しくなってきた。つっても戻った先にお前はいるし、未来にもお前いるだろ。そうなんだけどさ。泣き虫達者でな。犬じゃないんだから。あんたに会えるの楽しみにしてます。俺もだよ。待っているぞ村瀬大。はい、待っててください。絶対。大、10日間世話になりっぱなしだったけど、こっちの俺はそうじゃないだろ。うん、支え合ったり張り合ったりできる最高のライバルで最高の仲間だよ。そうなれるように頑張るから。うん、未来で会おうね。ああ、じゃあな。なんかもう夢みたいな気持ちなんだけど、すげえいい夢だった。リッチ、未来がこんなに楽しいと思わなかった。こんなに笑ってると思わなかった。世界がすげえ広がってた。ありがとな。こちらこそと言うべきかな。イチル、お前が自分で広げた未来だよ。シュウ、約束通りちゃんと俺に手を伸ばせよ。今こうしている間にも過去の俺に念を飛ばしている。なあエイチ、いろいろ文句言ったり迷惑ばっかかけると思うけど、全部甘えてるんだ。ごめん。でもちゃんと甘やかせよな。どーんと来い。任せておいて。こら一流、あんまり甘えてばっかりもダメだよ。わかってるよ。伊勢はいつもうるさいままでいてくれよ。俺が暴走するたびに止めてくれるだろう。俺たちは二人でエンジンとブレーキなんだよな。あの星が見れるとこまで俺全力で突っ走るから。うん、俺も振り落とされないように全力で走るよ。頑張れ。
さあそろそろ時間だよお二人さん。はい。わあ12時まであと5、4、3、2、1。だから僕も君のこといつもいつも大事にしたい。ありがとう。またな。バイバイ。ダイ？イチル？いや、なんかすげえ恥ずかしいんだけど。おお、やべ、なんか俺も恥ずかしい。忘れろ！やだよ、絶対に忘れない。もちろん俺も。おかえり、ダイちゃん。ダイちゃんって言うな。これよこれ。ちょっと諦め気味で受け入れ気味なの。間違いなく今のダイちゃんだ。だよね。どんなソムリエだ。おかえりダイ。迷惑かけました。いや楽しかった。俺待つだけあった男に慣れてます。うわ、なんか俺もあちこちで恥ずい言動した覚えがあるんだけど。あ、一記憶あるんだ。今猛烈に蘇る感じだよ。やめろ。そうなるよね。俺たち昔は本当にツンツンしてたから、入れ替わるのが自分じゃなくてよかった。くそー。そのツンツン具合もそれはそれで可愛かったから問題ないと思うが。あ、シュウ、それフォローになってないよ。追い打ちみたいになってるからね。だってあの思春期の頃の言動ってあの20代になるとあの黒歴史みたいになっちゃうからね。はいはい、君たち賑やかなのはいいけど、そろそろ撮影に行くぞ。え、ふみちゃんマジでお仕事？撮影あんの？当然だろ、せっかく許可もらったんだし活用しなきゃもったいないだろ。スタッフはもう屋上で待機してるよ。さすがすぎる。屋上？ああ、ほら月も星も綺麗だろ。旬から夜空の確約ももらえていたし、着替えもしたしな。屋上でスクレボの主題歌ダンスでも踊ってエンディングに流す映像にしようと思う。いいね、大人だからできる夜の学校大活用。賛成。俺も賛成。ダイちゃんもね。まあ踊れと言われれば踊るけどな。そうと決まったらよし行こう行こう。おーほらイチルも。わかったよ。こうなったら全力で踊ってやる。さあ生徒の皆さん、サインライト、うちわを使って一緒に盛り上げてください。うんうん、焦んなくていいからね。ゆっくり準備してね。カメラマンさんも準備は OK？ うん、こっちのみんなもスタンバイは OK？ はーい、はい、うん、よし、みんな行くよ。スクールレボリューション。一小節を抱きしめるから、短くてとても長いポップチューン。一文字一文字つないでく、ほら日が暮れる前に走り出そう。かけてやめたきり、諦めてた、無理だと決めたんだ。退屈に押されて今は古びている。自分を信じられず蓋を閉めた、見れるんだタラタラで。成長を演じてただ黙ってた。ふとした言葉に気づいて、バシバシ音立てて明かりが灯ってく。引き出しの中で止まった秒針がまた動き出した。1秒1秒を生きてるから、うつむいたままはもったいない。
ありがとう、ありがとうね。いやー、踊った踊った。この危険色ブレザー、映像映りはバッチリだよね。きっと早く完成版の PV が見たいよね。制服で踊んの文化祭みたいで楽しかった。文化祭って言ったら11月に月の祭りをやったばっかりだろ。まあこんなに派手な制服じゃなかったけどな。月の学園でも大は水泳部だったな。うん、記録を狙う泳ぎじゃなければ泳げないこともないからな。やっぱ水泳は俺にとっての青春で学校生活の一部だったから、他の部活をやってる自分が想像できなかった。そうか。まあ俺もこのカリスマ性と輝きを発揮するためにも軽音部以外思いつかなかったわ。漫画研究部にも入っていただろう、ピュアカナリアよ。それを言うな、あれは俺じゃねえ。軽音部の発表も漫画研究部の発表もどっちのステージも盛り上がってたよ。四季のキャンプ部発表もある意味タイムラインがざわついてたよな。異彩を放ってたよね。四季とはじめがコーヒーを片手に焚き火を囲んで思うがままに語る謎のステージ、謎の時間、よくはじめが付き合ってくれたよね。俺は紫のお兄ちゃんとして慕われているんだよ。自分で言うか。ダイ、早く君に会いたいな。伊勢、そっち大丈夫？うん。ここらへん、うん、疲れた。やあ、伊勢一流、もうご飯を食べたのか。食べてるわけねえだろ、これ運んでたんだよ。いいソファーだな。まあ、普通に座んだな。みんな引っ越しお疲れ。ああ、エイチはもう部屋が片付いたのか。それがあまり考えずに段ボールを開けるだけ開けたもんで、カオスです。いっそ捨てちまえば。イッチ、君はいつでも0か100かだね。これでも荷物はかなり断捨離してきたんだって。むしろ寮の部屋が広すぎていまいち荷物の収まりが悪いというか、持ってきた家具の大きさが合わないんだと思う。だよね、昔住んでたアパートと部屋のスケール感が違いすぎるんだもん。さすが芸能人専用の寮、豪華すぎる。無駄に広いは同意。俺と一緒の部屋ガラガラだし。よし、近々みんなで家具でも見に行くか。事務所負担で最低限の家具なら買える。おお、いいね。事務所負担っていうのが特に。やった、行こう行こう。めんどくさ。イッチーも選ぶの付き合ってよ。部屋がガラガラのままじゃ殺風景でしょ。家具なんか俺自分で選んで買ったことないもん。あの、ん、俺オーディオ関係が
ちょっと見たいかもしれない。おお、いいね。歌手なんだからそれも最低限に含まれるでしょね、シュ。ああ、もちろんだ。ありがとうございます。一流も一緒に行こう。まあ、一星が行くなら。Bye.
Yeah.
彼ら。持ち金あるだけ出せるような街の死に体で望もうぜ、yeah!どさくさに紛れる気取られた隠し玉みたい
街未来は君の手で変えられるんだ The future, what do you make it? 鳥かごの中にいるだけじゃ空の青もわからないから振り絞った勇気を胸に今度を振りかざした立ち上がれるさ立ち上がる君を見ないで
Thank you.
見納めになるステージ衣装、そしてですね、ついに全曲披露できましたカーズ衣装、皆さんチェックしてくれましたか？ありがとう。ここまでダーッと駆け抜けてきたけど、ゴール前に俺たちからご挨拶。まずはソリッツから。いつもの行くよ。どうも俺たちソリッツです。イエーイ。ありがとう、ありがとう。はい、ソリッツのリーダー高村式です。音だけじゃない空気の揺れ、ソリッツならではの世界観、楽しんでくれてるかな。最後まで熱く熱く、どうぞよろしく。イエーイ。ダオン、ソリッツの奥井翼です。イエーイ。これまでもこれからもみんなの絶対的アイドルでいられるよう 120% 出していくよ。みんなついてきてね。イエーイ。はい、セラリッカです。楽しい時間はあっという間、もうすぐゴールだね。最高の思い出っていうお土産をみんなに持って帰ってもらえるよう盛り上げていくぞ。おー、村瀬大です。俺たちはパフォーマンスを一瞬一瞬全力でやるだけだから、あんたたちは難しいこと考えず全力で楽しんで、よろしく。イエーイ。はい、じゃあ次はクベル、まずはシュウお願い。ああ、クベルのリーダー、泉シュウです。一つ一つはシンプルである音がいくつもつながって、
言葉を乗せて大きく世界が広がるように、客席にいるみんなが持つ光の一つ一つが、応援の一つ一つが俺たちを包んでくれています。この愛すべき時間を最後まで共に楽しみましょう。イエーイ。はーい、クベルの堀宮英一です。皆さんの楽しいが俺の楽しい、皆さんの笑顔が俺の笑顔、皆さんも今日どうしたの？皆さん、今日も笑って盛り上がって帰りましょうね。盛り上がっていくぞー。わー、クベルの久我一生です。俺にとってライブは皆さんと直接目を見て思いを伝えられる大切な時間です。最後の一音まで思いを込めて、クベルとソリッツの音楽を楽しみましょう、イエーイ。はい、クベルの久我一流です。俺からは短めに、お前ら盛り上がってるか、イエーイ。最後まで突っ走れるか、イエーイ。全力で心に刻み込んでいけ、よろしくな、イエーイ。そしてここまでライブを一緒に盛り上げてくれてるダンサーを紹介、こっちからタイキー、タイキー、ユーセイ、ユーセイ、ヨー、ヨー、ナオ、ナオ、ラストまでよろしくね。ありがとう、よろしくお願いします。はい、ということでいよいよラスト1曲となってしまいましたが、翼くん、今回やりたいことがあるんだよね。そうそう、せっかく客席に降りるようになったし、リッツのみんながたくさんうちわを作ってきてくれてるということで、ファンサタイム、説明しよう。ファンサタイムとは、約4分間の制限時間の中でみんなへの愛と感謝を込めて、この会場全体をファンサに包み込もうというタイムなので、 R、 残念ながらタッチだったり声出しはできないんだけど、俺たちと君たちなら目と目で通じ合える何かがきっとあるはず。ということで、式よろしく。それではファンサタイムスタート。しれ、しれ、あー、散ってくれ。はーい、あ、行くか。あ、散るか。散る、ごめん、散る、散ります。はーい、みんなありがとうね。今日は散らない組だな。散らない組だね。なんか黙ってこの景色を見てるのもいいよね。うん、綺麗だしな。綺麗、2階席もいっぱいだね。ありがとう。無理に喋らなくていいんじゃないか。そうだな、感じるがままに喋っていこうぜ。ああ、そうしよう。明るいな。明るい。ああ、眩しい。ありがとう、いや、欲しいか。ちょっとすまんな、照明見たせいで。どうしたどうした、しかしどこの、しかし読めないんだ、どこの照明、あれを見たせい。ああ、わかる。読めないんだ。投げ中…倒してしてほしい。やだ。あ、でか、なるほどな。嘘、いないいないばあ。いいね、こっちの方が声出せるからなんか楽しいな。ありがとう。蹴り上げて式。一段、はい、蹴り得意だよな。蹴り得意、蹴り得意だったよな。ああ、蹴り上げてってあるよ。蹴り上げて、うん、どこだ。あれ、いなくなった。あ、あったあったあった。あ、いた。蹴り上げるの方だな。そう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 、行くぞ。うわい、ちょっと首を痛めた。年だな、お前も、うん、ありがとう、俺も大好き。翼くん、キャップやろうぜ。キャップやったことある？キャップやったことないな。ちょっと今 AI になっちゃうんだけど。そういえば気になってた。気になってた、うん、じゃあちょっとこれ、これがいつも俺がやってるルートはちょっと違うんだけど、これがあのスリッパという手にして、うん、あ、それがスリッパ。これがスリッパね。これをこうやるじゃん。ここに隙間ができるじゃん、スリッパとスリッパの間に。で、これをちょっと離れたとこからキャップをこうやってピッてやるんだよ。そしたらなんか
カーブとかかかるだろ。ああ、なるほど。回転しないで。縦でってこと。そう、それでここを通していくっていうゲームなんだ。なるほど。今度やるか。キャップ必要だな。キャップ必要だでしょ。今度やろうぜ。あ、そうしよう。終わったらすぐやろう。すぐやろう。ガオーしてやって。待って、あれ、あ、紫と黄色じゃない？紫と黄色？さつまいもペアか。どこだ？そこだよ。あれはな、うん、紫じゃないんだ。何あれ？あれは紫じゃないよ。何なの？紫はだってこれ。あ、こっちか。じゃあ何あれ？あれなんだろうな。あれなんだ？紫のつもり？青、青か。つもりってなんだ？いや、つもりだったらいいじゃん。ああ、まあ確かに。つもりでしょ？違うな。あ、紫だ。紫になった。じゃあ顔をしよう。せーの、ガオー。ふわってなったぞ。ふわ。ふわってなった。なかなか二人で見せる機会ないからな。確かにな。世界一かっこいい投げキッスしてね。何したんだ。世界一かっこいい投げキッス。おお。俺今5段から飛んだ。5段から飛んだ。うん。早っ。終了。みんな終了。あれ誰、あれ上に行ってんの。一世一流かな。あ違う、あれ誰あれ。鬼かな。鬼かもしんない。あれ鬼、やばい、ピンクの鬼が手振ってるかもしんない。怖い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 。鬼だ。早く戻ってこいよ。 OK 終わりだよ。殴らないでよ。また後でね。みんな帰っておいで。小さなハッピーバースデーだね。上の人はまだいるね。うん、でも上はもう帰ってこないんだって。ほっとこう。ほっとこうか。今日は特別大サービス。ほっとこう。もうそのままいっちゃうはダメだね。よし。じゃあね、みんなの愛で会場全体が溢れたというところで、うん、ラスト1曲、はい、行ってみよう。あ、はい、じゃあソリッツのみんな準備よろしく。あ、うん、じゃあまたね。お願いします。ありがとう。いや、あっという間ですね。あっという間だったな、うんうん、次の曲は今回の最後の曲になります。でもその前にみんなで心を一つにしましょう。クベルのいつものファンサーをやりますので、心の中で声は出せないですけれども、心を一つにしましょう。それじゃあ今日は俺が行きます。今日も元気にくべってる。明日も元気にくべってる。祈りと感謝を込めて、Love you forever。
途絶えてしまっても My heart goes out to you 祈り続ける、子供が語る事の葉のように I love you with all my heart 世界を去っても子供の音が深海に沈む Heart の角 I will love you forever 遠くな未来でも君への歌が歌えなくなっても My heart goes out to you 昼夜も問わず揺れ続けてるさざ波のように I love you with all my heart 全ての愛と君の記憶は抱えきれ後のカード。本日はスケアステージエピソード8スクールレボリューションあの頃の僕らはにご来場くださいまして誠にありがとうございます。では今日は、クベルのメンバーからご挨拶させていただきます。じゃあまずは翔太。はい、久我一役を演じさせていただいています山中翔太です。本日はお忙しい中、またいろんな環境からの中、こうして会場に足をお運びくださり誠にありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、僕今回もう結構何度も言ってることなんですけれども、今回このお当番をさせていただけるということで、正直今までのステージの中で、もうちょっとこう一流くんを前に出してあげたいなっていう気持ちがすごくあって、だから正直悔しい気持ちもたくさん抱えてたんですよこれまで。でもこうして今回お当番として、しかも一流くんと大さんを軸としたお話ということで本当に嬉しく思っています。すごく愛されるべき人間だと一流くんは思っています。その一流くんをこうして演じられることを当たり前と思わず、こうして温かい皆様に見ていただけること、いろんな変化がある中でこうしても変わらないでいれるものがあるっていうことを、本当に嬉しく思っています。皆様楽しんでいただけたでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。僕もすごくこの嬉しい気持ちを持って、また頑張っていきたいと思いますので、皆様どうか、またこの役者もそうですし、このスケアステージというものもそうですし、いろんなものを応援していただけたら嬉しいなと思っています。本日は誠にありがとうございました。ありがとうございます。はい、久我一世役の山中健太です。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございます。
はい、久しぶりにスケッセに帰ってきて、なんだろうな、この、まあ、一星君として一緒にこれまで歩いてこれて、なんて言うんだろう、あの頃の僕らはっていうタイトルですけど、きっと皆さんもいろんなことを抱えたり、いろんないい思い出だったり、いろんな辛いこともあったり、いろんな思い出があると思います。それを乗り越えて今ここに来て一緒に笑っていると思っていて、この大切な時間を忘れたくないですし、これからも一星君と一緒に、クベルと一緒に、ソリッツと一緒に、このキャストと一緒に、皆さんと一緒に歩いていけたらなと思っています。スケステが大好きです。本当にありがとうございました。はい、堀宮一役の中尾健です。本日はご来場ありがとうございました。はい、とりあえず14公演みんな怪我なく無事に、お疲れー。いや、よかったよ。しかもさ、はい、この満席の客席、はい、ほてよ、すごい、なんかいろいろと帰ってきた感じするよね。そうだね。なんかやっぱり僕らスケアステージエピソード1からさ、はい、やってるメンバーとしてはさ、いろんな思いがあってさ、いろんな大変な時もあったけどさ、やっぱ舞台っていいなって帰ってきたら毎回思うしさ、なんかいろんな思いがあってさ、板の上立ってさ、こうね、ね、やっぱね、思うわけですよ。てかってスケアのみんな思うんですよ、僕こいつらはね、本番に強えんだわ本当に。あのね、だからね、もうね、みんな思うんですよ、本当本番に強すぎて、だ本番で 170% ぐらい出してくるから、稽古の時大体70ぐらいなんですよ。だからメイキング見たら大体わかると思うんですけど、なんかまあそんな感じなんですけど、やっぱね、しっかり負けないようにね、僕も必死にしがみついてきたんですけれども、今回本当にね、やっぱこのメンバーだからこそできたというか、それでね、本当塚本くんも新しく入って、本当に新しい座組としてね、やってきたわけですけれども、本当に塚本くんもすごい新しい風を吹かせてくださっていいキャラでね、本当に素敵だなと思いますよ、本当に。いや、そもそも何様みたいな。いや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 、おー、ちょっと待って待って、ねえ、ダンスの先生です。当然指定関係できてますから、ここは、はい、ね、塚本くん、ええ、ね、まあだからね、本当にこうやって皆さんの前に帰ってこれてね、よか、本当嬉しい気持ちでいっぱいいっぱいです。本当に14公演あっという間でしたけれども、なんか素敵な作品がお届けできたのではないかなと思っていますので、しっかりね、これをね、糧にまた皆さんもね、明日から歩んでいってくだされば嬉しいです。またどこかで会いましょう。ありがとうございました。泉主役の田中俊彦です。本日はご来場ありがとうございます。田中俊彦が喋ります。今何にも考えてません。思ったことを喋ります。今回はあの頃の僕らにということ、僕らには僕らにということで、過去を回想するようなことがありましたけども、やっぱり、この、まあ、クベルならクベル、この4人でエピソード1からやってきまして、もう無駄な感情が入ってしまいます。泣くところじゃないのに感情がね、込み上げてくることもありました。そういうこともあって、エピソード8でこうやって一つのクベルの、なんだろう、まあ、一つの集大成、お芝居としての集大成を、演じることができてすごく良かったです。ちょっと過去を思い出すシーンでは、シキとの、ちょっと過去のこともやっぱ思い出したりもしますし、シューとしてもいろんな詰まってる作品になりました。お芝居のことはそうなんですけれども、ライブで帰ってくると、本当にマジで、なんだろう、うちわにありがとうとか、楽しかったですとか、なんか元気もらいましたって言ってくれるだけでめちゃめちゃ嬉しいです。本当になんか元気もらえてるなって毎回思います。稽古場にいるときはきっとどこかでいろんな重圧が多分あるんだと思うんですけれども、
その重圧って知らないうちに自分の中にあったと思うんですけど、こうやって劇場に来て皆さんのありがとうって言ってくれるだけで、なんかもう全部解放される感じがして、もう感謝でしかないです。エピソード8をまた今回出演できて、今は幸せです、とても。なので、これからもスケールステージ応援していただけたら嬉しいなと思います。本当にありがとうございました。はい、ということで締めたいと思います。ちょっと待ったー。お、はい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 、はい、よいよいよ。なんかあるんよ。なんかある、なんかあるんよ。はい、ということでここから切り替えてちょっととあること話していきます。お、はい、ということでここから告知です。はい、宣伝隊長代表としてこの俺奥井翼が担当させていただきます。時間の関係でサクッと簡単に紹介させてもらうね。みんな分かってると思うけど、詳細はウェブで。じゃあ告知いくよ。 2.5 次元ダンスライブ SQS エピソード8スクールレボリューションあの頃の僕らはのブルーレイ発売が決定。2023年6月30日発売予定。ご予約開始は12月17日、来週の土曜日からだね。たくさんのご予約お待ちしております。詳細はウェブで。あとね、原作 CD でもあの頃の僕らはシリーズ展開中。今月は俺、奥井翼役の、チャチャチャが12月30日発売予定です。もちろんみんな予約してくれてるよね。ありがとうありがとう。あの頃から今、今からこの先、原作も舞台も応援よろしくね。とね、まあこんな感じだね。うん、そんなもんだな。あれ、うん、もう一個あるみたい。ほう、あれ、もう一個あるみたいだよ。なんだこの邪魔。はい、行くぞ。もう一度行きますよ。スケステエピソード9制作決定。2023年、設定更新に合わせて新しいステージ衣装になる俺たちにぜひみんな会いに来てね。公演情報の詳細はウェブで。これで以上、告知コーナーでした。原作も舞台もみんな応援よろしくお願いします。はい、お返しします。はい、じゃあマジで締めます。はい、皆さんメリークリスマス。メリークリスマス。そして良いお年を。イエーイ、ハッピーニューイヤー。元気で帰るんだぞ。新幹線間に合うようにお願いします。じゃあ早く閉めますね。はいはい。こういう感じ。そんな最後は勢いで。はい、行きます。本日はご来場誠にありがとうございました。